世界最大のメガシティである東京メガシティとは巨大な都市のことである。特に都市的地域や都市圏人口が1000万人以上の都市部を指すことが多い。日本語で巨大都市と訳されることもある。メガシティの定義は様々ではあるが、国際連合の統計局の定義によると人口建造物、居住区や人口密度が連続する都市化地域である。 都市的集積地域の居住者が少なくとも1000万人を超える都市部だとしている。したがってその都市の行政区域のみの人口ではなく、都市的集積地域としての実質的な都市部を他の区域まで形成している場合は、その区域の人口も含めることになる。逆に、重慶市のように市の人口は約3000万人であるが、市の面積そのものが北海道並みに広く、 実際の都市的集積地域が市域よりもはるかに狭い場合は、市の一部のエリアの都市的集積地域の人口で計測されている。ちなみに、重慶市の2016年の都市的集積地域の人口は744万人であり、1000万人以上のメガ式とは評価されておらず、他の多くの都市圏人口の指標においても1000万人以下の評価である。 ただし2020年時点では、行政区内で発達した都市圏の人口が1000万人を超えており、目ガ式とする見方もある。また、ドイツにおけるラインルール大都市圏は、ケルニア・デュッセルドルフ、ドルトムントなどの50万の100万人規模の都市が、 複数連なって形成された大都市圏であるが人口1000万人を超える一方で中心となる都市がないため一体の都市圏とみなされないこともありメガシティかどうかは意見が分かれているこの国連の統計によると2018年現在世界最大のメガシティは人口3805万人の東京であるこれは東京とのみの人口ではなく 同じ都市的集積地域である横浜市や埼玉市や千葉市など周辺都市の人口も加算されている。1955年に当時世界最大のメガシティであったニューヨークを抜いて、以来世界一を維持している。世界で最初に人口1000万人以上のメガシティになったのはニューヨークであり、その後東京が初の2000万人超えと3000万人超えを果たしている。 1975年には東京、ニューヨーク、メキシコシティの3都市のみがメガシティだとされていたが、2020年には発展途上国の大都市の急激な成長もあり、約40都市にまで急増している。国連の報告書によると2030年にも世界一のメガシティは東京が維持していると予測されている。東京名古屋系阪神新線天津。 バンコクテヘランロンドン甲州ジャカルタ上海ソウルデリーサンパウロムンバイメキシコシティニューヨークコルカタダッカカラチブエノスアイリスロサンゼルスペキンリオデジャネイロマニーラカイロラゴスモスクワイスタンブールパリキンシャサホーチミンベンガルールラホールセートリマチェンナイヨハネスブルグボゴタ重慶ラインルール3500万人3000万人2500万人2000万人1500万人1000万人 東京、大阪、名古屋、日本のメガシティである3、大都市圏の中枢都市ドイツにおける、ラインルール大都市圏は、ケロンやデュッセルドルフなど、約10の都市を中心とする多極型都市圏であり、メガシティに類するかどうかでは、意見が分かれることもある。ユナイテッド・ネーションズ、ワールド・アーバナゼーション・プロスペクッツ・ザ・2009リビジョン、ハット・エビー・ディマグロフィア2019年4月更新。 ワールドアーバナゼーションプロスペクツハットラージストシティーズスルーヒストリーハットザワールズシティーズイン2016国際連合2016年10月30日閲覧ありがとうございます